この整理券がないとですね、会場に入れないということですね。それでこの説明祭の福引き、福袋にはこれだけの店が一応出しているということですね。この真ん中の祭典で開かれますが、これですね、一応ここで7月の料理へと展開いたしました。これがこれから我が国でも九州の節分祭が開かれますね。この後ろにあるのが本殿ですね。これがこれドドンってあるんだな。豆まきを行うようになったのもその頃からだそうです。さて本日は午後1時になります。ここにあった大井町は台風で漂流するんですね。これが今、もうあと10分ぐらいすると節分祭が開かれます。ここで豆まきが始まります。